ユベントスのポルトガル代表 FW クリスティアのロナウドは、現地時間2日に行われたイタリア杯準決勝ファースト、レグのインテ、戦で2得点を挙げ、2-1の勝利に貢献した。この2得により、キャリア通算得点数が、世界のサッカー、世界で、歴代単独1位になったとの報道もある。今、ズーのユベントスはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、5日に36歳の誕生を迎えるシーロナウドだが、今季も衰えるどこかユベントス加入以降では、最速のペースでルを量産。これで今季公式戦23試合に出場し、22得点となった。スペイン紙、マルカによれば、シーナウドはこれで、ポルトガル代表でのゴール、含めて、キャリア通算763得点を記録。ブラジルのレシと、チェコのレジェンドであるヨーゼフ・ビカン氏の通算762点を上回って、歴代単独1位に上したとしている。だが、過去の選手に関して記録が不明確であったり、集計者によって、異なる基準を用いたりするなどの理由で、データ、めぐる混乱も生じている。ペレシを757得点、ビカンを759得点とするデータもあり、シーロナウドは先、760点に到達した時点でも、世界1位と報じられてた。一方で、チェコサッカー協会は先日、ビカンの公式戦通算得点数は821ゴールで、あると主張。レシの所属したサントスは、親善試合での得も含めるべきであるとして、同氏がサントス家でも1091ゴールを挙げたという立場を取ってる。シーロナウドが、キャリアの中で最も多くのルを挙げたクラブであるレアル・マドリドは、同選手が、今回のインテル戦の2得点で1位に浮上したというデータを信頼している、ウダ。試合後に公式 SNS で、祝福のメッセージを投げ、している。りょう。